錦鯉は、長谷川雅紀と、渡辺隆からなる、ソニーミュージックアーティストに所属する日本のお笑いコンビ、漫才師。2012年結成。M-1 グランプリ2020ファイナリスト。共に、当時ピン芸人として活動し、同じ SMA ニートプロジェクトに所属していた長谷川と、渡辺の二人で2012年4月1日結成。もともと二人は、 仲間と一緒に飲むなどの間柄だった。コンビを組もうと誘ったのは、渡辺の方からだった。芸人を目指すきっかけとなったのは、長谷川は海砂利水す渡辺はダウンタウンである。2019年の M-1 グランプリで、準決勝に進出し、敗者復活戦にも出場。その後テレビ出演を徐々に増やしているが2021年1月現在、二人ともに、 アルバイトの席は置いている。長谷川曰く、まだバイトの席は置いています。芸能界は何が起こるかわからないので。特に長谷川の天然キャラクターと、年齢と芸歴に、裏打ちされた自虐エピソードが、チャンスの時間や、爆笑問題下振り明星の心配賞で注目された。2021年1月4日、日本放送、ナイツザラジオショーの生放送中。 二人とも興味を示していた漫才協会入りがあっさり決まった。正式には漫才協会会長である青空球児に連絡し、決定すると花は信之が語った。同月、西木鯉が完熟フレッシュと共に漫才協会へ正式入会したと伝えられた。2021年1月の取材時、事務所の先輩であるハリウッドザコ師匠からいろいろアドバイスしてもらったり、 イベントなどに呼んでもらったりしてありがたかったと答えている。主に漫才。突き抜けたバカな長谷川のボケに対し冷静にいなす渡辺の突っ込みが特徴。互いの名前をネタ中も含み下の名前で呼ぶ。結成当初は長谷川のキャラクターを隠してやっていたがあまり受けの良くないことが多くザコ師匠からもっとバカキャラにした方がいいと助言を受けある日のライブで 元の長谷川を出してみたら、バカ受けしたため以後このキャラを全面に出して行っている。長谷川は、ネタに突っ込んでいたのが、自分のキャラに突っ込むようになったと話している。つかみとして長谷川が、子から、んにちは、と、大声で挨拶するが、これも雑魚師匠の助言を受けて、最初から、バカキャラを押し出すために始めたものである。ネタ作りは二人で行っているが、 長谷川が一人でふざけているところを渡辺がフリーで突っ込むという台本のないアドリブ漫才を基本軸としている。そのためネタ合わせはあまりせず練習は長谷川が流れやタイミングを覚えるため一人でしていることが多い。かつては台本を書いていたがその後はキーワードを過剰書きにしているものが台本代わりになっているという。渡辺から長谷川へ無茶ぶりな質問をしてみて その返し方が面白かったら採用という方法をとっている。渡辺はこれを、長谷川の面白さを信頼してるがゆえと言い,い、渡辺は舞台を重ねてベストな突っ込みフレーズを追求しているという。長谷川のマッサージる時代の出演については、マッサージる出演番組の節を参照。長谷川正輝に関するカテゴリー、渡辺隆史に関するカテゴリー、ありがとうございます。